政権中断好き。政権中断好き。はい、から、1、3、4、はい、から、チューラー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 、はい、政権冗談好き。政権冗談好き。はい、から、ガチ。え、3、4、はい、から、チューラー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 が真上に向いてなくちゃいけないからな、肘が真下。はい、軽く、よし、はい、おっ、はい、持ち上げるか、おー、はい、チューラー、チューラー、チューラー、お尻のところ持ってきて、親指の方をね、お尻のところ持ってくる。よし、相手じゃなくて親指の方ね、後ろをね、お尻のところで、引き手を脇の下のところ一部持ってくるね、脇の下こういう状態な。で、このまま振り回しながら顎の位置に持ってくるね、自分の顎の位置に持ってくる。それで逆脚も同じね、右手が脇の下、左手が左のお尻をどう持ってきて、振り回して相手の顎を横ね、肩にもつけてね、少し戻し、はい、からよし、はい、3、4、よいしょ、はい、やるティーラー、この焦点を強調する。このね、グラス部分を強調する。もちろんね。人になっちゃうんだからな。人とは違うんだからね。焦点。はい、軽く。うち。えっ。う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 だけど反らさない。よし。肘を反らさないかな。やや曲げる。よし。やや曲げる。ね。これとは自然だよな。反らす自体がちょっと指先の方に集中しちゃうから。よし。
手は自然にこう曲げていく状態、開かない。で、当てる部分はこの肉の厚い部分とこの骨の部分な。よし、こう使って当てるっていうことね。よし、よし、こうなっちゃうのかな。よし、よし、初心者としてもこうなっちゃう。深く曲げすぎて、すると手のひらが内側に閉じすぎると内側に閉じちゃうからな。開くって言うのかな。よし、よし、開く。この形。よし、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 はい、はい、感じ。はい、左手は止まる後ろ、右手は脇の下、手は人の構えなのね。はい、それで右手は拳が、手の甲が上、ね、上に向いてないかもね、右手ね、脇の下。そこから半円を描きながら相手の首、首まで持つ、首、ね、首持つ。で、また、左手は頭の後ろ。で、右手が頭の後ろ、左手が脇ね。はい。はい、脇ながら、相手の首をね。薬指、小指を曲げるな。で、人差し指と中指で、相手の目を作ってくるね。こういうような状態な、形は。それで、中指と人差し指を揃える、揃えるな。中指が伸びないで揃える。中指でやや曲がってるんですよ。で、指も反らさないな。少しやや曲がってる。で、これも下から突き上げるのね、下からね。下から突くから。まっすぐ持ってくんじゃなくて、下から。ね、はい、じゃあやるぞ。はい、右手を引いて、左手を前な。はい、軽く、1、うん、チー、よいしょ。チー、よいしょ。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 この肉は、小指側の方な。この肉厚い部分。これちょうど力が入るから、握ればね。ここで、相手の、鎖骨でもいいし、相手が倒れた時だな。体勢崩した時、叩き落とす。背中でも構わないしな。よし。こういう状態からこう叩いてもいいし、何でもいいかな。よし。で、内側から叩いてもいいし。よし。よし。一応これは相手が体勢が崩れたと、相手が低くなった状態の時に上から叩き下ろす基本として今練習する。よし、よし、えいガル、よし、えい、うん、シュッ、シュッ、アイアルティー、アイシュッ、オッシュッ、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 はい、そして右手を脇に引いて、で拳一つ下げる、拳一つ分下げる。からそこから突き上げるようなところでね、下から溝落ちをね突き上げる。はい、からビッチ、はい、ソン、シーン、はい、ハー、I got a tear! Hey, some, I got a tear! Hey, some, 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 s一、三、四、五、六、七、八、九、十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 、はい、この膝のバネですか、この膝のバネはな。よし、下ろした時膝のバネを使って
すごいスメスターね。手先でやらないで、体全体でね。よし。よし。はい、気をつけて。よし。正面じゃなくて斜めにつけます。で、手のひらを開くとね、受ける瞬間にね、はい、また顔面かばして、左手を前出して、で、突き、ね、はい、顔面かばして、右手前して、そのまま顔面かばして、手を前出して、突き上げるな、はい、これはあれだろうね、回し蹴り、また回し打ちをしてくるのを突き上げて受けるってな。よし、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 はい、上段外受け、拳がね、自分のおでこの位置持ってくるな。よし、で、顔の脇に外すだけ、必要以上に外側に手を外さない、必要以上にな。よし、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 はい、かげち、はい、はい、よし、はい、よし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 、はい、よし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 、で構えて前屈させたのね。そして右手が筋的にカバーする、左手が脇の下に向けるな。で、手のひらは外側に向けるな、内側にしないで外側に向けるな、手のひらはな。手の形は人の形だ。そして顔は後ろ向くな、右肩から相手を見る。そのままぐるーっと後ろを回りながら、相手の突き、とか相手が掴んできたりすると引っ掛けるとかね、いろいろこうかけるってことな。相手が突いてくるのをかける、相手が掴んでくるのを外す、ね、それをこの手首を使って引っ掛けて、そして正拳突きすると、中段突き、ついたらついた手を開いて、ついた手を開いて筋肉をカバーして手のひらを外側に向けるな。そして左肩から見ると、そのまま背を描きながら引っ掛けて、ついたらすぐ筋肉をカバーする。すごい状態だな。でこれ難しいから、じゃあゆっくりやるからな。落とし左前屈からね、はい、今見てね、よーいでしょ、で構えた時は、あの拳は水落ちの位置にとるね。よし、よし、よし。そして剣を合わせて上段の構えになる。上段の構えになった時は手が目の高さに見とるね。それで手の肘の位置は肩幅、手の位置は肩幅に持ってくるね。よし。それで足の分だけ、足の分だけ内側に足を入れる、ね、足の分だけ内側に。よし、よし、そして前蹴上げね、膝を曲げないで、蹴りは中足ね、足の指の付け根、足首を伸ばして、伸ばして
このまままっすぐ、ね、左足が、あ、右足が右胸、左足だったら左胸まで足を上げる、ね、これを中心に持っとかなくていいから、ね、中心に持っとかなくていいから右が右胸肩のところに足を振り上げるね。よし、次膝蹴りね。体形は下で冗談の構え。よし、この時は足は自然体だ。よし、自然に立ってるね。よし、はい、膝蹴り、膝蹴りは足首を伸ばす、足の指も全部伸ばすな。よし、よし、こういう状態な。よし、よし、よし、腕、膝が軽く、よし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 、はい、よし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 、よ膝が自分の帯の高さより少し上ぐらいになるな。そのまま中足で自分のこの溝落ち、相手の溝落ちな。よし、溝落ちいける。よし、よし、そのまま、あんまり膝を高く上げないね。よし、よし、それで蹴ったらすぐ引く、蹴ったらすぐ引くってことね。よし、いつまでも止めてたらね、蹴ったらすぐ引くってことね。よし、よし、よし、はい、軽くよ、はい、1、えい、はい、えっ、よし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 、よ後ろあたりまで膝を上げればいいから、むやみに高く上げない。ちゃんと中足を蹴ったときは足の甲が伸びてましたからね、伸ばしてないと曲げて蹴らない、こうやってな、こうなっちゃう。足首を伸ばして指だけ反らせる。指だけ反らして足首を伸ばす、ね、はい、軽く、よし、そっ、この時も蹴った時のんびり捨てちゃうからね、引きを早くしないとダメだ、引きを早く素早く蹴らない、素早く脇腹で蹴らないとダメね。いつまでかったら取られちゃう。よし、いくぞ、キャッチ、よし、足蹴るときはやっぱり今度は膝を高く上げるな。よし、胸の位置ぐらいまで高く、そのまま遠心力を使って抱え込んで相手のこめかみ、顎を上げられるな。よし、よし、はい、これも引きを早く、伸びていただくね。よし、突き、蹴りっぱなしはない、引きを早くね。よし、よし、よし、はい、からゲッチ、えっ、うっ、うっ、うっ、もう少し足を抱え込まなくちゃ、このまま蹴るんじゃなくて、抱え込みがないとね、抱え込み。抱え込みなんて、このスナップみたいなね。よし、よし。はい、もう一度、1、えい、3、4、よし、よし。村田君はもっと早くない、抱え込みがあって。抱え込んで、伸ばして、引くの。いくぞ、ギャラティア、次は関節蹴りね。これも膝蹴りの位置は側頭と同じでね、同じ位置に持ってくるね、膝を上げて、そのまま斜め下に足を蹴り下ろすようにね、足をこういう形でやっちゃうわけな。相手ちょっと平行にして、ちょっと構えてね、相手の足をただこうやって蹴るんじゃなくて、蹴るんじゃなくて、この上から叩き下ろして、上からな、この程度じゃダメだったな、上から落として相手の関節を折るぐらいつくんだな。よし、よし、ただ中途半端にやらない、ただこんなことやってちゃうからな。よし、よし、よし、はい、じゃあ軽く1、ゆっくり2、高く上げる、高く、
あ、ごめんなさい。1、8、3、4、よいしょ。慌てなくていいから正確にやる。よし。ありがとうございます。筋的蹴り。よし。足の指を反らすね。よし。で、足の甲で、足の甲で、筋的を蹴り上げるね。よし。その次、前蹴りみたいに、ただこうやって蹴っちゃうからね。よし。足が、抱え込む。よし。足を抱え込んで、それから下から、突き上げる。よし。突き上げて、蹴り上げたら、自分の帯の高さぐらいまでは蹴り上げる。よし。よし。蹴り上げる。よし。よし。こういう状態。こういう状態じゃないですかね。こういうように抱え込む。下から蹴り上げる。よし。よし。はい。はい、次に、後ろ蹴り。後ろ蹴りの場合は、かかとね。かかとで、相手の中段、水落ちを蹴る、水落ちね。よし。よし。足を曲げて、この前に真下から蹴り上げる。よし。よし。そして戻して、下ろす。よし。よし。ね、全部伸ばしきらなくていいから。よし。下は全部伸ばしきらなくていいから。よし。よし。下がやや曲げた状態にこう。いう感じね。よし。よし。はい、軽く。よし。1、3、4。蹴るときは肩越しから相手を見るってことだな。よし。よし。それでちゃんと戻すっていうことね。よし。よし。こういう状態になっちゃうからね。だからちゃんと戻す。ちゃんと戻す。ね。よし。よし。その動作はないから、次の動作に行かないから。このまま蹴ったらね。ドーンって蹴ったら次の動作にまた行けるような状態にしとかないとだからね。よし。よし。はい、軽く今日は1。横蹴りになっちゃうだろ。下から横蹴りは横に持っていくけど、後ろ蹴りは下から突き上げるからね。よし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 。よ